アレントンカバは1895年にイングランドダービーのアレントンで発見された実在のカバ。その全長3メートルにわたる骨格はダービー博物館、美術館で展示されている。骨が発見された場所の近くには現在それを記念する彫刻が置かれている。骨が発見されたアレントンはダービーから5キロメートル離れた郊外の村だった。 1895年3月に村のクラウンンで新しく井戸を掘っている際、作業員がまず悪臭に気づき、ついで大きな見慣れない骨を見つけて工事が止まった。何人かの村の有力者が追加調査のために資金を出し合い、この発見は村全体が分かち合うものだということで合意した。穴は4.5平方メートルの大きさまで広げられたが、地表から 1> 下1.8メートルのところまで水が湧き出てきて、それ以上、さらに下まで掘り下げられるよう、ポンプが何台も用意され、男たちが雇われて、それらを動かした。HH ベンローズと RMDD はこれら一連の作業を見物し、後にその様子を本にしている。この調査費用に出資した人々は、これらの骨を16年前に開館したダービー博物館へ寄贈することで合意した。 アレントンカバの下顎の骨とスマートフォンにこの記事を表示させる QR コード最終的に127個の骨が見つかり、そのほとんどはカバのものであり2.3個がサイトゾウのものだった。アーノルド・ベンローズはこれらの骨はイングランドと欧州大陸が地続きだったことの証拠だと考えている。なぜならそう仮定することによってこの種の骨がイングランド、欧州大陸、 北海の海底から見つかっていることを最もよく説明。ボールトンから発見されたアレントンカバや他の動物の化石はすべてアレントン大地と呼ばれる地形から発見された。これは現在のダーウェント川の水位から上6メートルに上る河川由来の猿奇層である。この地層は約12万年前のエイミアン環表記にあたる。ここにカバがいたということは当時は 今日より気候が温暖だったことを示している。冬季に氷点下が続くことはなく、夏の平均気温は18度以上だったと思われる。ラフバラ大学でレーザースキャンされるアレントンカバの剣士。1973年7月、ボールトン近辺での掘削工事中、また別の骨片ペンが見つかった。ダービー博物館には、その一部も展示されている。その下水道工事中、 クマ、鹿、お牛の骨、さらには、カバ、サイ、ゾウの骨も見つかった。それらは1.2個の骨でしかなかったが、中にはイギリスで見つかったうちでは、最大となるカバの歯もあった。アレントンショッピングセンターの彫刻2006年、マイケル・ダン・アーチャーは、アレントンの街の彫刻制作を引き受けた。アレントンでの議論の結果、町の人たちは、 地域の歴史を反映した何らかの印を欲しがっていることが分かった。アーチャーの彫刻は、まず円管を3つに切り分けた腰掛けとして十分なサイズの黒い花崗岩からなる。そして磨かれた花崗岩の表面の上には中鉄でできたカバの骨の複製が設置されている。粘土型から鋳造された下顎に加えて、その他の骨もダービー博物館からいくつかが選び出され、 ラフバラ大学に持ち込まれ、コンピュータで立体モデルを作るべくレーザースキャンされた。このモデルによって骨の精密な複製が可能になり、アーチャーはその中から鋳造すべきモデルを選び出した。ありがとうございます。